モービーラインズはイタリアの海運会社。イタリアやフランスの本土とエルバ島、サルデーニャ島、コルシカ島といった島々の間でフェリーやクルーズ船を運航している。旧称はナバルマ社。この会社の船はワーナーブラザース社のルーニー・テゥーンズのキャラクターを外装に用いていることで知られる。MS モービ1959年アキレオノラトによりナポリにおいて ネビガーツヨーネアーソペレゴマドレーエーネノとして設立された。ナバルマ社はデンマークから購入した小さなフェリーマリアマッタレーナでサルデーニャ島とその沿岸のラマッタレーナ諸島を結ぶ事業を始めた。1966年2月、ナバルマ社は2隻目のフェリーボニファジオを購入しサルデーニャ島とコルシカ島の航路を開設した。会社はゆっくりと拡大し、 1967年には、さらに一隻のフェリーを購入。1974年、1981年には、新造船を就航させた。運航する船舶が増えるに従って、イタリア本土への航路も開設された。1982年、タウンゼントソーレ船車から、フリーエンタープライズ2を購入すると、モービーブルーと改名。後にこの会社のシンボルとなる。 青いクジラをその船体に描いた。モービーブルーは、それまで、ナバルマ社が所有していた最大の船の2倍以上の大きさであった。1988年までに、さらに4隻のフェリーが、ナバルマ社の船団に追加され、イタリア本土への追加ルートが開かれた。1991年4月10日、ナバルマ社の所有する、モービープリンスが、リボルの港でタンカーと衝突して、 爆発、炎上する事故を起こし、140人の死者を出した。これは、イタリアにおいて、第二次世界大戦後最悪の海難事故である。1990年代初め、ナバルマ社はさらに中古フェリーを購入し、1980年代に購入したフェリーに置き換えた。同時期、正式な社名として、モービーラインズが採用された。百九十六年以降、 モービーラインズ社は、クルーズ船、モービーワンダー、モービーフリーダム、モービー秋をはじめとする、より大型で高速の心臓船を投入して、船団は急成長した。2003年頃、モービーラインズ社は、ワーナーブラザース社と契約を結び、大型船の船体外装に、ルーニー・テューンズのキャラクターをお揃いで描いた。こうしたペイントを施したのは、大型船だけであり、 より小型の船は、ルーニートゥーンズのキャラクターではない類似のグラフィックや、モービーラインズ社のクジラのロゴを描いている。2006年には、ロイドサルデーニャ社を買収した。2017年10月の、カタルーニャ独立住民投票に際して、これを阻止しようとするスペイン政府は、治安警察を増派したが、この時チャーターされた船の一隻が、モービーラインズのモービーダダであった。緊張が高まる中、 船の外壁に描かれたトゥイティなどのキャラクターの顔を警察が覆っている写真がツイッターで注目を集め、ハッシュタグフリーピーリンがトレンド入りする一幕もあった。ありがとうございます。